どうもお疲れ様です。10月26日朝6時でございます。パウエル議長が発言をされまして、ドル高が発生しました。この日足では分かりにくいんですけども、少しだけね、上の方にブレてるのが分かるかと思います。まあこれによって、上昇トレンドってのはまあ堅持されたままなんですけども、今日はですね、明日と合わせて利益の取りやすい狭間が出てくるんじゃないかなというふうに期待しております。とりあえず午前中の動きを見て、そのうちにエントリーできるようなところがあったらエントリーしていきますし、まあそうでなくても午後からのチャンスを拾っていきたいと思います。はい、で4時間の方を見ていきますね。4時間の方でもちょっと分かりにくいんですけども、ちょっと出てますね、これがね。で、すぐに陰線で引き戻されておりますけども、この辺をちょっとね、1時間軸で見てみましょうか。これね。はい、じゃあ1時間軸いきますよ。はい、どうですか。最大角で150円の330あたりまで行ってますね。だから150円の300ぐらいまでは行ったんじゃないかなと。その後急速にヒゲを出して引き戻されて、ここまで来てますんで、30ピップスぐらいの上下が5時半からパウエル議長の発言によってギュンギュンと起きたってことになりますね。こう上にドーンと行ってすぐに戻ってきたみたいな。まあこれについていける人ってのはなかなかいないと思いますよ。まあですんで、これが取れた取れないはあんまり関係ないんですけども、ずっと小康状態だったテクニカルが動き始めたってことになります。それから、ここにおいて介入が入るってことは非常に考えにくい。つまりは、このね、あんまり動かなかった時期が長いんで、時間をかけての、ドル高とか円安っていうのは別にそんなに問題ないんですよ。急激にドル円が、変わるようだと介入が入りやすいってことですからね。まあでも午前中はそれも合わせて、何らかの政府からのコメント、日銀からのコメントがあるかどうかもちょっと見ていかなくちゃいけないかなっていうところですね。はい。ですんで、決断するにはもうちょっと時間がかかりますけども、その間にこっちを見ておきましょうか。はい。FX のニュースですけども、こちらです。まずは10月26日、今日の1時間ほど前のニュースですけども、5時51分、ドル円150円の320まで、ドル高が来ましたよってことです。さっきお話した通りですね。それからなんですけども、ニューヨーク外国為替市場なんですけども、ドル円が急進しているよと。うん、昨日までの149円91と比べて32銭程度のドル高水準となったということなんでね、30ピップスの上下があるってことを反映させてるかなってとこです。これは株式の方なんで、スルーしておきましょうか。はい。まあ、このね、サイトの URL も、ぜひね、ブックマークしておいてください。たまに出しますんでね。はい、ということで、今日は動きがありましたんで、このためのニュースがあるかないかってことをリサーチするのと同時に、値動きをもう数時間見てですね、チャンスがあればエントリーしていきたいと思います。はい、で、FX オリガルヒの方は、まだ動きがありましたら追加放送させてもらいますので、漏れなく、木金は利益を取っていきましょう。それでは。